はい、皆さんこんばんは。今日はですね、みんなね、例のね、あれでね、自宅待機してる方、家にね、いる方多いと思うんですけど、今日ね、それが、東京もね、放送で、流れてきたんですけど、僕は、そうですね、少しでも動画をね、更新できればなっていうふうに思って、いろいろ過去動画のね、サムネイルが貼ってなかったりしてたんで、それのサムネイル、スクショして文字をね、ちょこっと入れる感じでもないのと多分違うと思うんでね。で、音声がちょっと、聞こえづらいんじゃないかっていう、ピンマイクとかあった方がいいんじゃないかっていうことを、言ってて、今これどういうふうに撮影してるかっていうと、僕は、iPhone6S、画質の方は、ギャラクシーとか、ファーウェイとかの方が、いいんでしょうけども、編集アプリですよね。iMovie は iOS しか使えないので、この iPhone、ビデオカメラで長時間ね、やるんだったら、場合によってはビデオカメラの方がいいんでしょうけど、iPhone これさすがにもう古いので、買い替えをちょっと検討してます。ビデオカメラはどうなんのかな、 iPhone の方が楽なような感じもするんですけど、どうなんだろうね。ただね、どういう風に撮ろうかなかなか決まんないっていうか、そういう風にしながらもう25ですよ、今日は。早いよね、本当に。で、iPhone で、確かに Android でも編集ソフトはあるんですけど、こういうところはやっぱ、iPhone の方が、いいんじゃないかなっていう。iPad でもね、撮影できるんですけど、さすがにちょっとかなり古いの、画質がちょっとあれなんで、これもそうですね、1080p はちょっとできないのかな、インカメラと。内側、背面のカメラだと多分できんのかな、ちょっとわかんないですけど、ほとんどインカメラの方がね多いと思うんで、で、これは近々買い替えは検討します。プルーム S ってやつなんですけど、ちょっと JT さんからちょっとモニターでちょっといただいたものになるんですけど、こういう感じで撮ってるのでちょっと遠いかな。ちょっと狭くしよっか、こういう感じ。で、三脚今ちょっとないので、ちょっとパソコンちょっとできるだけね、台代わりにちょっとなってもらってるよ。で、価格っていうか、この感じはもうできるだけ変えないでいようかなと思ってます。で、前はね、結構4台とか 5台、4台かな、ドコモ、au、ソフトバンク2つ持って、5台ぐらいね、だいぶ前のね、4、5年前の動画では持ってたんですけど、さすがにね、それはちょっと多いかなと思って、今はこの2つだけにしてます、今は。で、そうですね、もうちょっとね、こっちはなんかね、なんて言うんだろう、モバイルルーターとか、もう一つなんか
いいなと思う。さすがにちょっとこれ以上荷物多くなっちゃうとさすがにあれなんで、今のところは2つだけにしてます。で、まあ僕のね、今後のあれなんですけど、まあ今日はね、その例のあれについてと、まあ例の病気的な、言っちゃうとね、ちょっとまずいらしいので、わかんないですけど、一応伏せておこうかなと思ってます。皆さんどうお過ごしですかっていう、解除されたけど、東京の場合は解除されたけど、他のね、ところはまだね、これからかもしんないし、わかんないですけど、僕は今のところは過去の動画のサムネイルを今、ちょこちょこやってます。ちょこちょこ。で、まあ、6月ね、仕事復帰予定になってるんで、まあ、このままの感じだと、まあ、出勤ね、する形にはなるんですけど、まあ、そうですね、まあ、僕的には、まあ、いろんなね、方に見ていただければ、ね、まあ、本当に僕としては嬉しいなと思ってるし、まあ、セカンドチャンネルはね、まあ、過去のね、このメインチャンネルの、まあ、過去の、その、サムネついてないのが、ちょっと落ち着き次第、ちょっとまた、それは、あげたら、まあ、ご報告させていただこうかなと思います。ちょっとそっちの方もね、やんないといけないんで、今ちょっと復帰するとバタバタになってしまうんで、もうちょっとお待ちください。作ったのはいいけどまだ上げてないって本当申し訳ない。本数がね、結構多いので、5月いっぱいにちょっとね、できそうかわかんないんで、結構時間かかるのでね、もうちょっと待っていただければ。復帰しましたっていうね、まあ久しぶりですって動画を5月18日に公開したじゃないですか。その時にまあ言ってあるんでね、いい悪いっていうのはやっぱ実際にね、使ってここが悪いとかね、まあやっぱ見に来てる方もね、いると思うんで、スマートフォンは2年、1年か2年くらいは僕多分これ使い続けると思うんで、頻繁的にね、他のチャンネルさん見てね、新型出たら、はい、買いました、デザインこんな感じです、もう噛んじゃいましたけど、ほぼノー編集で、さっきの待ち受けのあれ以外はほぼノー編集でいきたいと思いますんで、そこはご了承ください。メインチャンネルでもね、まあ取っ手出しの場合もあるし、ほぼノー編集な感じもね、まああると思うんで、セカンドチャンネルな感じじゃ意味ないじゃんと思うんですけど、あんまりエフェクトとかカット多すぎたりなんかね、多いと逆に動画見づらくなっちゃうと思うんで、変な動画になっちゃうんで、なのでね、まあできるだけスマートフォンで編集をね、まあできればいいかなと。まあ、パソコンね、性能いいパソコンはあるんですけど、編集ソフトがちょっと変わってしまって、ややちょっと慣れないんですよね。で、CC もね、まあ5000円ぐらいのね、高い年間契約あるじゃないですか。あれ、もともと使ってた人間なので、僕ね、自分自身が。そこから、Adobe のその、プレミアエレメンツ13っていうバージョンなんですけど、僕のはね、今2020っていう新型最新のバージョンがあるんですけど、
エレメンツ系はそんなに多分変わんないと思うんですよ。ちょっとね、マニアックな動画で申し訳ないんですけど。だからそこがちょっとあるんで、どうしようかなと思ってるんですけど、やっぱね、編集でちゃんとやるっていうのも大事なんですけど、ちょっと、なんて言うんだろう。ちょっと適当な、動画自体をね、適当に出すっていう意味じゃないですけど、そういう感じでちょっと今後はやっていきたいなっていうのもあるし、サムネイルはね、スクショを撮って、それで文字をね、入れたりとか、あとはスマートフォンで、今まで使ってたフォントとか、そういうアプリまだ僕入ってないんですよ。まだ入れてないんですよ。で、そのソフトも、ソフトっていうか、iPhone 8同等の、SE、新型の SE ね、SE2 って言われてると思うんですけど、これを、一番安いのだでも4万ぐらい。128あればもういいと思うんですよ。で、もう、撮って、で、もう、アップロードして、で、パソコンに取り込んだり、なんとかしたら、もう、消したので、こっちでもう、ずっと撮っとくわけじゃないので、そこのところが、あるんで、悩みどころっていうか、ビデオカメラもね、いいんですけど、画質的にはそんなに変わんないと思うんで、で、明るさも、これで上げようと思えば、こうやってね、こうやってできると思うんで、これはちょっと明るすぎるよね。こういう感じで、ちょっと明る、こういう感じかな。これで結構明るいと思うんですよ。ちょっとすごい明るい感じするけど、ちょっと、これでこうやってね、どうしようかな。シャープにしようか。こうやってね、やると、これで明るくすれば、結構いい感じになるじゃないですか。ちょっと明るいね。普通な感じにしましょうか。っていうことなんで、僕はサムネイル、ついてないのが結構あるんでね、それをちょこちょこやってるような感じです。皆さん、ね、解除されたんで、行ったよっていう方いれば、もしよかったらコメント欄でね、ここのお店、行ったよとか、何でもいいです。なので、コメントね、あんま最近来ないんですよね。なので、少しでもね、1件でも2件でも、来ていただければ、来るだけで本当に僕は嬉しいです。ということで、ちょっと動画的に長くなってしまったんですけど、僕は、ちょこちょこ、解除されても出ることは、ないっていうか、ちょっとやんないといけないのがね、結構ちょこちょこあるんで、もしよかったらグッドボタンとチャンネル登録ね、拡散などね、していただければとても助かります。ということで、今日の動画は以上でございます。さようなら。また次の動画でお会いしましょう。